明日も鍛錬です。いつか必ず追いつけるように。すごく聞き覚えがあるんですがまあ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 いじる必要もないわな。同じ声でこの絵舞台隊長クロエ、こう両方の影響を受けて召喚されてしまった盾となり、この身を挺して必ずやお役に立ってみせます。なるほど。ベテル様に恥じぬよう最高の働きを。まあ相変わらずベテルベテル言っててちょっと安心しましたかね。まあでもやっぱり黒クロエの方がちょっとそのエロティックな感じがあって好きな人いるんじゃないですかね。それともあの白いクロエ、白エかクロエかどっちが好きなのかはまあそれぞれのまあ好みでやっていけばいいんじゃないですかね。フェンサーとマスラオ、うん、肌色が見たい人はもうちょっと頑張れということですかね。はい、というわけですでに8ステップ目もう一応引いたので、あとはねどれかに偏りすぎない程度に引けばもう十分です。うん、今のところシャー、まあ、あのなんだっけリッパーだっけ忘れました。あスピーディーに決めてやるぜ。スキップだ、いっぱい出てるんでしょ、大量に出てるんでしょ。1個だけでしたし、しかもなんかコラボ関係ねえし、チレッとチハヤいるしまあこの子ね五突すら終わってないので別にいいんですけど、まあちょっと急遽予定を変えてスピーディーにしましたけど、なんか予想外のね変化球が飛んできて驚いてますが、まあ終わります。ありがとうございました。